中部大学民族資料博物館は愛知県加須ガ市にある中部大学内にある博物館である中部大学附属三浦記念図書館の一部を改修し設置された1992年に国際関係学部に開設された民族資料室を前進とし2011年4月26日に開館2013年2月5日には 博物館相当施設の指定を受けた。館内は常設展示室であるシルクロード室と地域研究エリアのほか体験実習室と多目的室に分かれている。このうちシルクロード室では主にシルクロード文化圏に関わる民族資料を収蔵しており、シルクロードの公益で使われた約700のコインコレクションやバーミアン壁画の復元模写などが展示されている。また、 地域研究エリアでは、オセアニア、アジア、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパに区分され、各地域の民族資料が展示されている。このほか、多目的室では、春と秋の2回企画展が開催されている。なお、東博物館は、中部大学の学生や、教職員のほか一般にも、無料で公開されている。また、開館時間は9時30分、16時30分。 休館日は土曜、日曜、祝日、年末年始、大学が定める休日となっている。中部大学民族資料博物館の案内図中部、大学民族資料博物館の民族、楽器体験コーナー中部、大学民族資料博物館のヨーロッパ州の展示品、図書館、部分12,109.90平方メートルのうち、ありがとうございます。